背番号1番の成田悠聖です。 J リーグ昇格に向けてチーム一丸となって戦いますので、スタジアムで応援よろしくお願いいたします。J リーグ昇格に向けて1試合1試合、大事な試合がこれから続きます。ぜひスタジアムで皆さんと一緒に勝利を分かち合いたいと思います。一緒に戦ってください。お願いします。ラインメール青森、背番号3番木下貴明です。 J3 昇格に向けてチーム一丸となって戦うので、ぜひスタジアムに足を運んでいただきたいです。応援よろしくお願いします。4番黒沢城です。スタジアムに足を運んでください。皆さんの応援が僕たちの力になります。ぜひスタジアムに試合を見に来てください。お願いします。 J 昇格に向けてチーム一丸となって戦いますので、スタジアムで応援よろしくお願いします。J3 昇格に向けて応援してくださる方々の力が必要になります。ぜひスタジアムでの応援よろしくお願いします。 J3 昇格に向けて皆さんの力が必要です。ぜひ一緒にスタジアムで戦いましょう。お願いします。昇格のために皆さん全員で戦いましょう。よろしくお願いします。皆さんの応援が僕たちの力になります。ぜひ会場に足を運んでいただいての応援よろしくお願いします。スタジアムで後押しよろしくお願いします。酒井匠です。会場に来て応援してください。お願いします。スタジアムに足を運びに来てください。よろしくお願いします。背番号16番和田響です。スタジアムに足を運んでください。お願いします。 J リーグ昇格のために皆さんの応援が必要です。ぜひ応援よろしくお願いします。J リーグ昇格のために一人でも多くのお客さんに会場に足を運んでいただきたいです。ライメール青森のホーム戦にぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。 J リーグ昇格のために皆さんの応援が必要です。応援よろしくお願いします。背番号22番斉藤ライトです。一緒に戦いましょう。背番号23番津久井匠です。 J3 昇格のために皆さんの力が必要です。ぜひ応援よろしくお願いします。昇格に向けてチーム一丸となって戦うので、スタジアムで応援よろしくお願いします。はい。ライメール青森25番佐々野ミュートです。ホーム残り4試合となりました。少しでも会場に足を運んでくださるようよろしくお願いします。はい。背番号26番平田海人です。少しでも多くの人に足を運んでもらって、みんなで J リーグに上がりましょう。応援よろしくお願いします。背番号27番佐久間俊樹です。ぜひスタジアムに足を運び応援よろしくお願いします。岩間雄大です。 J3 昇格のためには皆さんの力が必要です。ぜひスタジアムまで来て応援してください。よろしくお願いします。29番小島達樹です。 J3 昇格のため観客人数がまだまだ足りません。皆さんの応援が必要です。力を貸してください。お願いします。 J3 昇格に向けてチーム一丸となって戦うので、ぜひスタジアムに来て応援よろしくお願いします。はい。背番号32番生田大輝です。皆さんの応援が必要です。スタジアムで待ってます。応援よろしくお願いします。ディフェンダー多々良篤人です。昇格するには皆さんの後押しが絶対に必要になります。ぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。頑張ります。はい、よろしくお願いします。元気です